吉川直樹、特例抹消。直樹なんでや、コロナかよ。しばらくセカンド門脇、ショート坂本で頑張ってもらおう。吉川コロナか？直樹いい。直樹、怪我ではなく体調不良か、セカンド門脇しかないな。捨てるようなプレイあったか？と思ったらコロナかい。直樹せっかく好調くせいのに、きつい。しかし守備重要度がセカンドセンターは同程度として、UZR 的にほぼ同じくらいの欠失度で OPS も近いブリンソンは長打力よりで勝負強い直樹みたいなもんだから絶対必要。そらコロナが2岡だけで終わるわけないよな。え？直樹コロナったか。直樹痛いな、セカンド門脇よな。中山じゃないよな。コロナはしゃあないわい。三塁打打ったから懲罰かと思った。となると門脇スタメンか。門脇セカンドって知らないな。どうなん？コロナじゃしゃあないな。セカンドは門脇かね。直樹戻れても来週のカード頭くらいからか。阪神に風が吹いてるな。痛いけど、門脇と秋広がスタメンなのは嬉しい。最近ベンチに置かれがちな門脇をセカンドでも見たいとお告げが？コロナか、ならよかった。コロナでよかったのかわからんけど、門脇は心配してない。ほとんど守ったことすらないサードがあの鉄壁だぞ。おそらく NPB でぶっちぎり一番守備がうまい。意地でも門脇の出番が回ってくるな。直樹いなくなったら実感するぞ存在のデカさを。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。